いつか限りがあるじゃないですか。そうやな、うん、いや、あのそしたらしょうがないからフェラーリ売るしかないですよね。フェラーリ売ってしまっても、ま、もうその後もないじゃないですか。じゃあなんですか、私のこと芸能人だと思ってないですか。デラックスゲームやりましょうか。頼む、危ないで、ここ殴ってきたもん。トークでここ殴ってきて、そんな高いもんばっかり買ってたら、お前一回酒抜いてこいもん。